北口名の浜駅は、福岡県福岡市西区名の浜4丁目にある、福岡市交通局、九州旅客鉄道の駅である。駅番号は、福岡市交通局が K01、JR 九州が JK01 である。事務官コードは911806。福岡市交通局の空港線と、JR 九州の地区飛線の2路線が乗り入れており、 それぞれの起点となっているが、空港線の列車の約半数が、筑肥線に、筑肥線の全列車が空港線にそれぞれ直通運転にしており、福岡空港駅から追記西から追気間の路線の中間駅としての性格が強い。なお JR 九州の車両は、空港線全区間に乗り入れているが、福岡市交通局の車両は、筑肥線内は、 筑前深谷駅までの運行である。福岡市交通局と JR 九州の共同使用駅で、駅自体は福岡市交通局が管轄しているため、空港線開業時点では、国鉄並びに JR の駅数には計上されていなかったが、現在の有価証券報告書等に記載される JR 九州の交渉駅数は、当駅も含んだ数となっている。かつては、 日本国有鉄道築飛線の中間駅だったため、駅は国鉄が管轄していたが、1983年の空港線開業及び築飛線の部分廃止、1987年の国鉄分割民営化により現在の形となった。当駅は福岡市交通局の管轄であるが、駅名標は長らく空港線、箱崎線の福岡市地下鉄標準デザインではなく、 国鉄のデザインに準拠したものを用いていた。福岡市地下鉄の駅番号導入以降は、駅番号アイコンが追加されたが、2018年の JR 九州の駅番号導入の際に、両方の駅番号アイコンとヨットのシンボルマークを入れた福岡市地下鉄オリジナルデザインのものに更新された。2019年度までは、 福岡市交通局の関区駅長所在駅で、名野浜関区駅として、当駅、藤崎間を管理していた。現在は、天神関区駅の非管理駅となっているが、同関区駅参加の名野浜駅長所在駅となっており、引き続き、福岡市交通局の直営駅である。島式ホーム2面4線を有する高架駅。内側2.3番線を当駅発着列車が、 使用し、下山和にある、福岡市地下鉄名の浜車両基地へつながっている。外側1.4番線を、JR 筑肥線直通の列車が使用する。事故や災害等で、ダイヤが乱れた場合は、筑肥線の列車も、名の浜で折り返す場合があり、その場合は、対面のホームで乗り換えることになる。JR の長距離切符は、購入不可能である。 駅のシンボルマークは、福岡市出身のグラフィックデザイナー、西島勲がデザインしたもので、駅付近にある、オドヨットハーバーにちなんだヨットである。当駅は、築飛線の起点ではあるが、ホーム横にある、キロポストは12.5キロメートルとなっている。これは、築飛線の博多駅から、鳥海駅経由の距離であり、この12.5の数字は1963年に、 移転する前の博多駅の位置からの距離を示している。駅町一丁目、名野浜などが入居している。なお、かつてはもう名野浜駅内内市駅町一丁目に入居していたが閉店している。近年の1日平均乗車辞任は、下表の通りである。高層マンションが並ぶ、住宅街である。駅前には、バスターミナルがあり、バスが多数発着している。 西鉄バス昭和バス、名の浜タクシー2008年から2009年にかけて、福岡県内の鉄道会社が、相次いで導入した、交通系 IC カードについては、福岡市交通局の駅であることから、まず、2009年3月7日に、地下鉄系の、早川県から対応した。乗り入れている JR 九州の、守護課と、 西日本鉄道のニモカ及び JR 東日本のスイカについては2010年3月13日の総合、利用開始時に対応を開始。それまでは地下鉄と JR を乗り通す場合、YY カードのみが対応していた。しかし、福岡市地下鉄の管理駅であることから駅では早か県しか発売されていない。2011年3月5日より、 守護課と JR 西日本の、伊行家 JR 東海の、遠いかとの相互利用を開始した当時、これに、早か県は加わっておらず、名野浜駅が、福岡市地下鉄の駅であることから、伊行家遠いかでは、地下鉄全線と、JR 筑肥線、唐津線の乗車には利用できなかったが、 福岡市交通局も参加し、主要鉄道会社間で大規模な相互利用協定に向けた協議が始められた結果、合意に達したため、2013年3月23日より、行こうか遠いかのみならず、キーティカパスもマニカピタパ、参加 IC カードすべてが相互利用可能となった。